キャロウェイコレクション、店長一押しのキャロウェイコレクション。なんかヘッドがかっこいいですよね。これ僕全く予備知識ないです。これがほぼ予備知識なけど、どういうこれ、なんで何かにありますよね。逆にジクラブ系のなんかソウルに似てる雰囲気が、まあ 僕デザイン的にはね、だからこれ日本人 の、 まあ、年配の方が好むような感じのデザインかなという、なんかそこをやっぱりもう意識してると思います、はい、おそらくかっこいいといえばかっこいいです ね、 これね、こういうの好きな人多いですよね。でシャフトが僕はね、このもうアッタスが好きなので、はい、アッタスはタイミングが取りやすいです。はい、少しなんか優しい感じがどこかにありますよね、はい、だけどこれは小ぶりな感じ、すごい小ぶり、今まで の、 そのヘッドとちょっと違う、完全にこの投影面積がちっちゃい、なのでバーンと振ってるクラブかな。さっきのショットとりあえずというか、おおほほほ、結構なんかスピード上がった感じですね。おあで、246、初速いくつ、66、僕の場合66だとまだちょっとダメなんですね。はい、はい、ここにどうよし、やっぱ緊張するんだよらしいだったな、やっぱこれコースっぽくていいのが練習になる、はい、最後よし、どうだ、こんなもんなんだろうね。あでもまあいいコントロールできてる感じかな、はい、249、スピン量は少なめかな、うん、はい、なんかこれ打った感じスピン量少なめな打感がしました、はい、でちょっと金属的なあのインパクトの音というか打感という感じです、はい、これだけどなんていうかな、あのやっぱヘッドがちっちゃいんで、まあ、あの加速させやすいなという感じがありますね。だあのやっぱり僕があの今目指しているようなスイングって割とやっぱり重心距離が長いスイングにマッチするので、これだとちょっとなんか自分の心の準備というか、あここで当たったっていう前にはなんかあのインパクトを、ね、迎えちゃってる感じが、あのこの小ぶりなヘッドってのはちょっとしますよね。なのであのちょっとコントロールは僕 の、 あの今やってるスイングだとちょっとしにくいかな、もともとそんなコントロールできないんだけど、イメージの話だけどね、あのっていう感じはします、はい、どの、ね、タイプの層の人が今使ってるかはちょっとね検討つかない、それはだから多分もうさっき我々が想像したような年配の方である程度こうあのゴルフをやられていて、まあ、大きなヘッドが好きじゃないっていう、そこそこ上手な人向けだと思いますよ、はい、まあ、キャロウェイでこの形ってなんか昔スティールヘッドってスプーンがちょうどこんな感じの雰囲気が、形としてはそうですね、確かに、ね、それを大きくしたような感じで、うんうんうん、あれもすごい名器だったんで、まあ、ああいうのが好きな人っていうのはこれちょっとパッと見てね、それに気になるかなと、はい、そうですね、ちょっと小ぶりですね。さあどうですか、ちょっと厚めだったけど、あだけどなんかいく、あちょっと待ってね、ほっ今ちょっと左に引っ張ってるのは多少あるんだけども、距離的にはトータル298、左ラフって感じ300ヤードの左ラフって感じ、はい、はい、スピンはまあ少なめです、スピンはそうですね1856、はい、なんかだから低スピン系な感じがしますね、うん、僕だったはい、あんまり最近にしては小さいんで、うん、点で打っていく感じがしますね。うん、まあ、似たような球が出ますね、うん、どうしてもね、うん、これでも距離は多分いったんじゃないですか、距離は299、はい、でスピンも2918入りましたね今ね、はい、これでまた高さも出たかな、高さは打ち出しもうまく高く打ちましたね、はい、うん、73、どうですか、はい、あちょっと、うん、そうですね、思いっきり、まあ、こう触れてるときはタイミング取りやすいんだろうけど、うんうん、最初の段階で合わせるポジションのときは多分難しいかな、最初のうちは、うん、そうですね、なんかこう僕 どうなの、こういうクラブってちょっとターゲットが見にくい、見えにくいかなっていう感じはしたんですけど、そうですね、うん、まあ、最近にすればちょっとこう、まあ、見た目の感覚もちょっとこう、はいはいはい、狭い感じがしちゃうし、うん、そうですね、当たった感触っていうのは、まあ、逆に、うまくこのアッタスが、ね、うん、あの助けてくれてるんじゃないかなっていう雰囲気があると、
そうですね、ちょっとやっぱりスイングをきちっとこう作り込んでいかないと、合わせる、もしくは球筋がもう自分のものを持ってるっていうパターンの人はこういうコントロール性のあるクラブで自分の球筋を打っていくにはいいかもしれないですね。ただまっすぐまっすぐどんどんってやりたいなっていう人にしたらちょっといろいろ癖があるかもしれないですね。これはまあシャフトの硬さとかにちょっと調整が必要かもしれないです。 M1 M2 です。あ、ごめんなさい。さあ、それでは M2 はい、 M2 です。そうですね、最近 M1 ばっかりだったんで M2 ってなんかいいですよね。僕のこのカーボンコンポジットって昔流行った時すごい好きだったんですよ。で、なんでなくなっちゃったのってすごい思ってたんですよ。最近ね、本当テーラーメイドさんが復活させてくれたので、はい、嬉しいです。でこれ前打ったことありますけれども、非常に打ちやすい。多分だからこれ力んでる場合じゃないぞっていう感じなんですよね。もう結構普通に打てばフェースに乗っかってくれるんで、いきます。はい、これあれですね、 M2 のもうなんか最大の魅力、構えやすさですよね。なんか多分おそらくちょっと長いのも長いと思うんだけど、すごいなんか安心感があるな、これ。なんか力まなくてもいいよっていう感じなんで、まあ行きますね。ちょっとフィニッシュ取れてないけど、あ、軽い感じだねこれ。右に逃げたところか。はい、やろうか。よし、グレープ。さあ、なんか打感がカーボンって感じ。あら、あれ捕まってない感じになってますね。なんかやっぱこれは俺打ってないかも。なんかもう多分ハードスペックのだからシャフトだと思いますよ。それスピーダー突っ込めばいい気がします。さあ、私のクラブを選ぶようになってしまったスイング。これだけど、まあ、これこんなもんだと思うな、これ。これあの、いや、ピン量も、僕これあの、なんつうのかな、多分純正の SR、まあ、シャフトだと、そうですね、多分僕の今の打ち方だとこういうデータしか出ないんじゃないかなとちらっと思います。だからちょっとなんつうかな、打ち方を変えないと多分ちょっと間が倒れるようなバックスイングじゃないと合わないかもしれない、ね。はい、だけどもう僕やりませんそれ。はい、あの自分で今ちょっとあのゴルフを、スイングを作り直したいなと思っているので、多分前のスイングだったら打てるんでしょうけど、結構なんか僕ためをこうやってグッとやってるので、多分そうやるとなんか急に多分これビュッとなっちゃうんですよね、おそらく。まあ、ということで、あのこれは、僕は M2、まあ、いいなと思ってましたけど、なんかこう片思いでした。はっきり言ってちょっと今の私のスイングではこれ打ちこなせません。まあ、シャフトを変えないとということですかね。はい、あのヘッドは非常に安心感があるんですけども、この純正のシャフトだとちょっときついなという感じです。まあ、ちょっと今借りてきた中ではちょっとシャフトがね、 SR っていう一番ちょっと柔らかいタイプなんで、まあ、これに合うようなスイングを少しイメージしないといけないと。はい、構えた時はもう一番こう面積が広くて、まあ、この白いところも安心感ありますよね。うん、で、まあ、こうやって置いてみたら分かるんですけど、座りもかなりいいです。なんでさっきの小さめのヘッドだとやっぱコロコロっていう自分で調整がいるんですけど、まあ多分このままでいけると思います。ちょっと捕まえすぎちゃったかな。あ、でもちょっと回転で戻しました。プロは器用に何でも打ちますの。はい、野球10ヤード出てるし、シニアからジュニアの素晴らしいね、所属ね、73の1打資格 13.3 の2912、素晴らしい。はい、もうだいぶ特徴はでも掴むって言ったんですけど、結構やっぱ待たないと捕まんないかなっていう感じではあると。でバックスイングのゆとりをちょっと持ってからインパクトを作るというような感じのスイングでも良いんじゃないでしょうか、慌てなければ。うん、そうするとパフォーマンス多分ゆっくり出てくるんで、うん、結構あんま振ってはないんですけど、まあそうですね、はい、これなりにそれなりにやっぱ距離がちゃんと出てきて、まあそうですね、はい、でやっぱり
そうですね、こうやってゆったり打てるような人のスイングでもこのヘッドの重心距離と、まあ、うまくためた破壊力というのはうまく伝わると思いますね。だからあんまりこう無理な力を与えなくても飛ぶと、ね、だからこれ結構やっぱり、ね、M2 は若い人よりは年配向きに作ってあってっていうわけじゃないとは思うんですけど、打ちやすいと思います。そういう方がゆったりとスイングする方、はい、これは全部ここに集中すると。で、まあ、SR でも結構、まあ、ゆったりめに振ってタイミング作っちゃえば、まあ、これも飛ぶんじゃないかと思います。これに関してはやっぱりちょっと伸びる感じが、ひっついてる時間が長い気がします。ね、ぜひ、まあ、これねショップにも一つしか、ね、もう中古置いてなかったんで、うん、すぐ売れちゃいますからね M2 はね。そうですね、はい、すぐ売れちゃうと思いますね。あ、結構でもリーズナブルに出てますんで、ぜひ欲しい方はお店に急いでください、はい、さあということで、はい、ヒソエプロ、あの5本打ってみました、はい、なんかね、打てるやつと打てないやつが、はい、もうはっきり分かれました、はい、じゃあもうお好きなのをちょっと打って、あ、僕がだから打ちやすかったのはもう一番まとも打ちやすかったこれです。はい、まあ、なんだろう、このシャロウェイの XR が打ちやすくて、はい、で、まあ、ちょっとハードでしたけどこのピン、スピーダーが入ってたこれも打ちやすくて、はい、で、ちょっとこれはネクスジェンは、最近ダメかなと。で、これは普通、そう、これ多分シャフトのマッチングとかで、ね、はい、多分変わってくるんで、まあ、こう真ん中に置くと、はいはい、ちょうどタイプが分かれたんじゃないでしょうか。こんな感じ、こんな、はい、あ、いいですね。そうですね、僕が打ちやすいタイプはこの、まあ、M2、うん、ネクスジェン、ネクスジェン、ね、ネクスジェンこれまで怒られましたから、ネクスジェン、そう、覚えて、そろそろネクスジェン、そう、これはちょっと、まあ、それこそ年配の方とか、うん、まあ、ゆったりとスイングしたいな、うん、それでも飛距離欲しいなという方はこっちが、まあ、ほぼおすすめだと思います、はい、コレクションは結構本当にもスイングが出来上がっていて、はい、まあ、本当にそうですね、またちょっとコンパクトに見えるというのがあ、かなり多いです。状況だと好き嫌いがあるかもしれないと思います。で、僕の、まあ、いいなと思ってたこっちの2つは、はい、まあ、なんていうかな、扁平ヘッドというか重心距離結構な長いかなというやっぱり、はい、海外ブランドなので、はい、そういうものと、あとやっぱりスピーダーというシャフトが、はい、まあ、今の私には合っているかなという感じですね、はいはい、あとツヤなしの加工が好きなんですねって感じがしますね。うん、まあ、ただそう、まあ、それ実際そうです最近ね、実際そうです、そういうのが多くなってきて、あ、そうか、これピンか、はい、そうか、このピンと違ってもやっぱり、ね、上の加工がなんか似てるんですよね。みんな似てますよ ね、なんかこれ好きかも、なんか安心感が、最近こんな車もね、よく走ってますけどね、日焼けしね、はい、なのでだからやっぱりご自分 のスイングタイプっていうのとやっぱり合うクラブってやっぱりあるの で、はい、そうです、そこはちょっとよくね、はい、一概に本当になんかいいって言われて買ってみたらおかしかったっていうパターンが、まあ、まあ中古ショップに流れてるのかなと思っちゃうんですけど、まあ、悪いクラブではないです。そのやっぱタイプに合わないものを買ってしまったっていうのがちょっとミスになってしまうんで、ぜひまあこういうタイプちょっと分かれるんですけど、はい、こういうタイプをまあ内訳てから選んでみてもらう方が、まあ、自分に合ったクラブっていうのを見つける可能性は高いです。はい、まあ、これね、あと、まあ、シャフトによっても変わると思うんでね、やっぱり、はい、中古ゴルフショップというのは立つ限りないこの組み合わせがあるので、まあ、その中からやっぱり自分 の合うものを見つけるにはある程度の知識ね、シャフトも、はい、まあ、この桁スピーダー系が合ってるとか、はい、ヘッドも重心距離長い系が合ってるとかっていうのが分かっていた方が、はい、そうですね、まあ、トルクとか重心距離とか、はい、その手元とか中上司とか、うん、やっぱり多分自分に合うのがあると思うんで、 そうですね、はい、そこは分かった上で選びに行かないと、はい、もう一瞬雰囲気だけで ね買ってしまうと、はい、いざ打った時に、そう、私みたいに全く出ないクラブが出てしまってる人もいるかもしれないので、はい、気をつけてください。はい、はい、ということでした。